さんどうもこんにちは、たつきでございます。今日は僕がちょっと紹介するお気に入りのスカイウォーズで追加された新マップをご紹介していきたいと思います。ソロとダブルスにはダブルスじゃねえよ、もうレッドウォーズに完全にもうこれもう完成されてる俺ソロとチームの方に5つぐらいちょっと新しいマップが追加されたとちょっとアップデート内容にあったんですけれども、今回は僕がちょっとお気に入りのちょっとマップを今回はその中から紹介していきたいと思います。いくつかね、このメモリアルっていうマップなんですけど、これがね結構また面白いマップでございまして、でこの前の方これありますよね、真ん中に行く前のこの足場、これですねちょっと花火とちょっとチーム多くやるんですけども、スカイウォーズはそれでスカウトでちょっとやってみて、ここに1ブロック置いたらいけるんじゃないかってね、それで実験したわけですよ。でいけたんですよ。で僕はちょっとソロでこのマップをやってみて、でここに1ブロック足場を置いたらスカウトなしでもねいけたんですよね。だから何だったっけな、ちょっとスカイウォーズのマップであった結構真ん中に敵が集まりやすいマップ、エイジスだったかな、ちょっと忘れたけど、そんな感じの名前のマップでも1ブロックでも確かにいけたっていう記憶はあるので、ちょっとそれに似てるかなって感じですかね。でもちょっとジャンプはちょっと難しいかもしれないですね、斜めですので。これでも慣れたら結構行きやすかったりしますっていうか、ちょっと待って、全然けえへんやん人。ああ来たわ、よかったよかった。あれゴール止まったぞ、止まるんじゃねえぞ止まるんじゃねえぞもうあれだ、鉄血のオルフェンズだっけ、そういうのオルガですねあれ確か獣フレンズでもアホガールでもコメントで湧いてるんですよねそろそろ成仏してくれって話なんですけどねなぜかコメントで湧き上がるんですよね、あれよくわかんないけど。なんで俺の名前呼んどんこの人、何いや俺知りませんけど、あなたのこといや TNT フライ 4U とかいりませんわいやいりませんわ、ちょっと怖いからちょっとやめてください。それじゃあちょっと足場のブロックをすぐに出せれたらいいな。出せれたけど今度は武器が出ない。もういいや、これでいっちゃうか、ピッケルでいっちゃいましょうか。そんなバカな真似はしません、もちろん剣でいきますよ。それでですね、ここに積んでと、はい、いけます。それじゃあいきましょう。でまずこのマップは真ん中の下に1個チェストがあって、で周りに4つぐらいあるのかな。おーいる、カレー、おお生きてる、生きてた。うわーまた別の人が来た、カレーカレー、そうだそれでいいんだ。来るのかよ、待って待って、ハマってるハマってる。ちょっとリーチが長い。ちょっと待って、逃げるわ。待てよ、ちょっと待って、金輪獄ってこれで棒がちょっと強くなったから、これでいいとして、真ん中にいるんですよが。でこいつを倒す。おれっしょ、待てよ、ちょっと待って、むちゃ焦るぞこれ案外焦るな。ちょっと待って、じゃあこれさ、もうこんだけ戦ったってことは、うわーいた、かえー怖い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 。あと1人いるの、誰、どこにいるの。上にいた、来るなとか言いながら攻めていくやつね、わけがわからんわ怖いなあいつ、来るかな、危ねえ、捨てようとしてたわ強いボール。怖いなあいつマジで。強そうだよ。でも行くしかないよなこれ。おお、上に行くのかい、上に行くのかい。卵で落としていく。それ、あ、やった。あ、固まってる、ちょくちょく固まってる。いけるいける。落ちた落ちたちょくちょく止まるのやめろよお前やったーよかったー、最後の相手ラグってましたね。なんとか勝てましたねという感じのマップでございます。で、さっきのマップの名前はメモリアルって名前でございまして、ちょっとこれ消えちゃうんですけどね。まあでも僕はいいマップで、いいマップだと思うし、とても好きですね、やりやすくて。あと何があったっけな、新しいマップで。ちょっと待ってくださいね、一旦カット。はい、で続きましてはこのマップですね。名前は何だったっけな、ヴィラって名前だったっけな、そんな感じの名前のマップで、まずはなんかもうここ、まずちょっとブロック積んでいって、でここからちょっとまっすぐ行くとちょっとなんか折れるところがあって、そこの下にチェストが1つあると。よいしょ。うわ最悪、ブロックね。やべえやべえやべえ、ブロックが出ねえぞ、やばいぞ。これでちょっと先に行かれたな。いや、あいつむしろ相手のところに行ってる。ああ怖い、ああ怖い、ああ怖い、ああ怖い。オッケー、絶対来るでしょ、知ってるよ。オッケーオッケーオッケー。ああ怖いわオカマ口調になるっていうよし、でこっから上に行って、で、繋いでいこう。うわー！誰やお前！もしかして、その斧持ってるってことは、チェスト壊したんじゃねえだろうな、お前。本当にやりやがったか？上だっけ、チェスト。うわー！ちょっと待って、お前、下にいるんだぞ、敵が！下にいるんだぞ！来ないで！で、これ、下もあるんですよね。あ、ほとんどもうこれチェスト捉えてる感じかな、多分捉えてるっぽいねこれ。あ、こっから上がれるんですよね。あとの相手どこ？うわー、なんかいるちょっと待って、このエンダーマンのスキンってさ、さっき俺と戦ったやっぱりあいつだったほら燃えろ。あ、やべえやべえ。オッケー。ああ、おお、釣り竿うまいね。釣り竿うまいね。やべえやべえやべえ。あ、戦ってる？戦ってるか？戦ってるか？ちょっと待って。このライフルいけるか？このライフルいけるか？チェイ!4 キルしたんか今。すげえな。いやーよかった。で、今のがまあヴィラというマップでございます。あそこも面白いマップですね。はい。では次に紹介するマップが、ノーマッドというマップでございます。まず、このマップは島がまあこんな感じで、チェストがこんなまあちょっとめんどくさい位置にあるんですけれども、で、こっから、まあこっちにまずはつなぎます。んで、つないだら、次に真ん中がこっちにあるので、こっちにつないで、んでまずはこの周りにちょっと4箇所ありまして、まずはこいつが壊してしまった。そしてそれを奪っていく。んでまあマグマもらいますと、多分後ろから来るかな、多分あれは来ますね。んであとこの塔の上に1個あります。で多分下からあいつが来てるから、あ、で、こっちにも1個あるんだった。2個あるんだった、ここ。そんで。こっちが来る、これから。おおー、なんか今のリーチ長かったように見えたが、なんか音が聞こえるぞ。積んできてる。一旦逃げようか。あ、やっぱり上に来てたね。うわー、これ大丈夫かな。おー、来てた。ほっ、おら、よっしゃ、よけよけ。待てよ。んで、結構防具は強めですね。ちょっと待って。F5 とかちょっといろいろ押し間違えちゃった。うわー、後ろ来てたー、後ろ来てたー、怖い。おら、来れるもんなら来てみろ。オッケー。ちょっと怖いね。うわー、なんかまた来てる。誰やってみる。ノックバックは本当に強い。待て。なんか上にいるね。で、上から来る作戦だったんでしょ、知ってるよ。私は知ってる。あれ、当たらない。オーケー。オッケー、ダイヤブーツ。んで、装備は結構強くなったけど、まだチェストプレートが弱いね。あ、やっと勝ったあとはまあ、他にもちょっと、まあ、パレットとか、まあ、ウィンターヘルムとかいろいろあるんですけど、まあ、この、新マップも、まあ確かにやってて面白かったんですが、まあ僕のお気に入りは、まあこの3つかな。はい。この3つがお気に入りのマップでございます。結構ね、もう特にメモリアルが一番好きですかね。ということで、皆さんもよかったら、ぜひ、この、僕のお気に入りの、3つのマップを、プレイしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。